山、秀吉は犬山城へ戻って両軍は再び退治したが、その後は目立った戦闘もなく、両軍ともに本国に引き上げ講和の交渉に入った。の目を見よ、輝いているか。はい。伊達の棟梁にふさわしいか。はい。若様。ん？メゴは若様の枠を埋めるでしょうか。埋めるとも。時々夢を見ます。夢？恐ろしい夢でございます。たった一人米沢を追われて三春へ帰る道すがら、父母に合わせる顔もなく途方に暮れて。拉致もない。三年子なきは去ると申します。案ずるな。俺は18、メゴは16じゃ。これより先いくらでも子はできる。若様。よいかメゴ、俺はいつの日か京へ登って天下を治める。その時はメゴも連れていく。我らの子は伊達の世継ぎではないぞ。天下をそっくり継ぐことになろう。次男には田村を継がせる。そうじゃ、田村には奥州宇州をそっくりくれている。相馬も佐竹も最上も芦名も。嬉しゅうございます。どうか目をお見捨てなきよう。捨ててなるものか。ないか。姉上、外になど出てよいのですか。え、何を言うておるのじゃ。こう海を下されたではないですか。ご病気のこと。病気？誰がじゃ。海とは何じゃ。お豪様ではありませぬか。このようなところでどうなさったのですか。どうもこうも、何が何やら。お栄誉の方様にございます。お栄誉、何の知らせ者を急に戻ってくるとは。何ぞあったのか。姉上こそ病はようなられましたのか。病？誰が。茶座様がご中退へすぐ大阪城へ来るようにと秀吉殿より使者をいただき、取るものとりあえず駆けつけましてございます。秀吉がそのようなことを。何の話じゃ。姉上はこの通り息災にしておられる。風邪一つひかれたことはないわ。ならば何故そのような偽りを。じゃがお達者で何よりでございました。そうよ、思いがけずおようと会うことが可能て。見知らぬところへ嫁いだ半年、どうしておるのかと毎日案じていた。おかげさまで玉郎殿は優しいお人ゆえ
私は幸せな日々を送らせていただいております。ええお人と夫婦になられてよかったの。今宵はゆっくり玉露殿や大野のお城の暮らしなど聞かせてくだされ。はい、やっぱり帰ってきてよかった。姉上方とお目にかかれて。秀吉は何を企んでおるのじゃ。姉上、私が病などと嘘をついて。秀吉じゃ、失礼つかまつろう。寒くはございませぬ、蔵之介様に。よいから。お星に祈ったのか。はい。父貞勝と松千代丸に。そうか。はい。必ず定めを超えさせてくださりませと。わしも祈ろう。天よ、神よ、定めを超えさせたまえ。父上様、松千代丸、どうかどうか夫蔵之介に勝利をくださりませ。見ていただきたかったのよ、我が大阪城を。ではこの文は。この秀吉がしたためたのです。では私を呼び出すために偽りを。その通りにござります。ちょっと、ところでどうです、この城は。金キラ金の城、品のかけらもありませぬわ。おうおう、言うてくれまするな。それでこそお子様。それとこの城から出られても帰るところはどこにもありませぬゆえ。どういうことじゃ。佐治和成とは離縁となってござる。すでに領地は召し上げ、大野城からも追放させました。何を。あの者、こともあろうに国元へ逃げ帰る家康を助け寄りましてな。お味方を助けるのは当たり前じゃ。なぜそなたにそのような勝手が許されるのじゃ。それはわしが父だからにございます。父
さよう。姫様は我が橋場家の養女にお迎えいたしました。つまり豪様は橋場の人間にござる。徳川に味方し、徳川のために怒って何となさいます。いや、何とする。ゴー、よろしゅうない。表を上げい。東次郎政宗義、父上より伊達家のご信頼をお受け申した。これよりはそれがしがその方どもの棟梁である。心して仕えるがよい。はあ。皆の者、心を一つにして政宗を盛り立て、伊達家繁栄のために尽くすべし。はあ。やあやあ梵天丸殿。おやおや、この顔をお見忘れとは情けない。時宗丸か。いかにも時宗丸でござる。いや、今は伊達藤五郎重実と申す。重実、これ着座せぬか。おっと、これはご無礼つかまつった。めでたい席に地産いたして申し訳ござらん。相変わらずだな。殿、こたびの家督相続により各申す重実も恩恵をこもりました。恩恵とは？大殿に倣って父実元が八丁名城に隠居し、それがしが大森城を頂戴いたした次第でござる。おー、いやー、ご家中の若返りはまことにめでたい。浜田景隆殿も原田左馬之助殿もそれぞれ家督を継がれた。そういう三月はどうじゃ。お、白髪も増えたことゆえ、そろそろ綱元に信頼を譲ってもよかろうが。いや、しかしまだ綱元は未熟者で。未熟ではない、大した働きもんじゃ。お主には分からん。何も起こることはあるまい。せわれを褒めているんだ。さては信頼が惜しいと見える。なんじゃと。控えろ三月、殿の御前だぞ。面倒な。しからば潔く鬼役の家督を綱元に譲ってくれるわ。ありがたき幸せにござります。重実、あ、その方を再起間髪にしてことのほか武芸に秀で、ゆくゆくは名将たる器なりと聞いておる。願わくば政宗の片腕となり、一旦断るときは家臣を束ねてその先頭に立ってもらいたい。しかと心得ました。片倉小十郎。お、小十郎は政宗の旗本不断衆筆頭として常時傍らに仕えよ。ほほ。白石宗実。は。原田左馬之助。は。後藤孫兵衛。は。鬼には綱元。は。その方たちに評定衆を申し付ける。政宗を生かすも殺すも己の分次第と心得よ。はあ。老婆心ながら権上つかまつ、何なりと申されよ。あまりにもおそば衆が若すぎます。殿がご若年なれば、周りには老練の上げ知りを拝すべきものと存じ。それは留守正影を指南役に置きまするゆえご懸念めさるな。頼んだぞ正影。承知つかまつりました。政宗の相続を知った近隣諸国からは続々と周囲の使者がやってきた。おや殿、よう戻られた。よかったよかった。秀吉殿。いやいや、茶々殿がご病気とでも言わずば、お栄殿は戻っては来られませんわ。お栄を大阪城へ呼び戻さねばならぬわけでも終わりか、姉上。あ、お栄殿、あ、もう大野へ帰られることはない。また姉上方とここでお暮らしなされ、そのために大阪へ戻っていただいたのじゃ。それはどういうことじゃ。私は明日にでも大野へ帰ります。姉上のご無事を見届けたらそれで。大野へ帰られたとて翼郎殿はおられぬ。お栄殿の住むところとてもはや大野にはありません。佐治翼郎はお栄殿を室に迎えながら、我らに背いて信雄と家康に味方した男、裏切りは許されません。
上智は召し上げ、翼郎は追放いたした。追放じゃと？打ち首にならずと済んだは我らが情けじゃ。栄誉は翼郎殿のところへ帰りまする。どこへ行くというのじゃ。この秀吉とて翼郎の行方は知らぬ。およ殿に分かるはずがあるまい。無謀なことはおやめなさり。探します。栄誉は翼郎殿の妻じゃ。草の根を分けとも探して添い遂げまする。それが二世を誓うためとじゃ。おえよ、言ってはならぬ。翼郎殿のことは諦めるのじゃ。諦めてくだされ。茶々の頼みじゃ。ああ、おえよ。お前は鬼じゃ。北の水軍を抑える佐治翼郎殿を味方につけたいばかりに、年はもうゆかぬおえよをこし入れさせ、佐治が思うようにならなんだら、おえよの気持ちなど踏みにじって別れさせるとは。鬼じゃ、顔も見とうはない。出て行け。あの上、あのような男に添うておってはの、おえよ殿とてのたれりにするばかりじゃ。おえよ殿のことを案じて大阪へ来とったのよ。いずれ分かっていただける時も来よう。はよ、翼郎のことは忘れてんの。出て行ってください。よ、今宵は地層を運ばせよ。の、三人揃って、仲良く遊戯を楽しまれたらいい。ああそうじゃそうじゃ。ああそのことそのこと。おえよ、辛いじゃろうが、このまま翼郎殿を追って命を落とすようなことになったら、亡くなった母上のご意志に背くことにもなる。辛抱するのじゃ。二度と秀吉に勝手な真似はさせぬ。二度とお栄にもお初にもこのような思いはさせぬ。この茶々がさせぬわ。男もおらんの。牛馬のように働き、刃の下をかいくぐり、一代で築き上げたこの大神台を、所詮は赤の他人にくれてやらねばならねえ。ねえ、子を産んでくれな。そなたほど信心深い女が目のはずがない。産んでくれ。一人でよい。わしの子を産んでくれ。もう遅すぎまする。いや遅いことはない。そなたは遅いことない。子を産まぬ女は鼻を切れた通りも同じことよ。子を産まぬ女は私ばかりではござりませぬ。三の丸殿も辰子殿も加賀殿もいずれも鼻緒は切れておりますようで。あの女、側室殿が子を産まんのは正室のお前に遠慮しておるから。
かるな。なるか。何、信勝殿が筑前と和睦したと。信勝というのはそれだけの男でございましたわ。信長様と違って苦労というものを知りません。ガチの明るい戦に嫌気がさしたのでございましょう。筑前め、そこを見抜きおったな。信勝は殿が筑前を打って自分のために天下を取ってでもくれると思っていたのでございましょう。その当てが外れて徳が頼むに足らずと見切りをつけ、今戦を仕掛けては互いに兵を失うだけじゃ。まだ決戦に持ち込む時ではないわ。信勝はそれも読めぬ男か。信勝が筑前と和を結んだ以上、殿が筑前と争う理由はのうなりましたな。早々に小牧より兵を引くか。はい。いやしかしこの旅の戦、決して無駄ではございませなんだ。これで筑前殿には一目も二目も置くことになりましょう。見事筑前の花をへし折ってやりましたわ。じゃが筑前もこのままでは引き下がるまい。いかにも筑前とてメンツというものがございます。すでに筑前の使者浅野長政と申す者和議を申し入れてきております。条件は。お義医様を筑前の養子にと。ならん、ならんぞ。お義医は徳川の世継ぎじゃ。人質などにやるものか。人質ではございません。筑前のお子に申し受けたいと。筑前としては最大の譲歩でございましょう。この際殿と筑前とがお義様を通じて姻戚関係を結ばれ、信長様の時と同様盟友におなりになることは決してご存ではございますまい。殿、この辺が潮時かと存じまする。これ以上強く出れば筑前とて引っ込みがつきません。必ずや我らを叩き潰しにかかりましょう。さすれば今度の戦はただの戦では済みません。天下を二分する大きな戦に。それは殿のご本意ではございますまい。この際筑前の顔を立て穏便に事を収めて、いつもの仰せのごとく徳川の力を養うのが上策。お世継ぎならばお義様の弟君長松様がおられます。お義をやるか。筑前に。はい。織田信勝が秀吉と和睦したことで盟友信長の意地を助けるという大義名分を失った家康はあっさりと兵を収め、半年にわたった小牧長久手の戦いは終結した。秀吉は家康の次男お義を養子とすることで一応面目を保ち、家康はこの合戦で秀吉と対等の地位にあることを天下に示したのである。家康は局地戦とはいえ秀吉軍に勝った。家康恐るべし。
この時の諸国の大名の威風と信頼は秀吉の死後明らかな形となる。どれを保るか。さるぜ。ご無礼つかまする、うん、織田信雄様、秀吉と和睦いたしたようでございます。はあ、脅されたのでございましょう。相手はそういうことの得意な猿目でございますれば、もう一押し猿目に徳川の強さ見せつけてやりましょうぞ。迷い。こたびの勝利どう使うか、ここが肝要じゃ。はあ、石川数正を大坂に使いに出せ。ご工場はこたびの和睦めでたき限り、天下万民の喜びここに極まりてすわろう。かしこまりました。なあ、前にたぶらかされおって、和睦をいたしたからには徳川が戦をする理由がのうなります。アホにつける薬はないわ。正気で戦を。わしを見くびるな。本田、荻丸を人質に出す。信雄殿と筑前殿の和睦、天下安寧のため誠に頂上。誠に長寿。信雄殿が秀吉殿と和睦をなされた上は、織田信長様のご恩に報いるために秀吉殿と戦をするという、まあ大義名分がなくなったわけでござる。いてつくザラ峠を越え、この家康を頼ってきてくれたは嬉しゅうござるが、妻は立山で亡くなりました。雪崩に巻き込まれ、悔やみ申す。家康殿、妻はこのわしが家康殿と手を組み中原に立つこと、天が動かすことが夢でござった。全てが終わりじゃ。尾根は今寝込んどる。雪崩の雪を掘り返して調べてくれと言っとるが、それはできん。春になって雪
けを待つより他なかろう。松殿よ、人は悲運に巻き込まれるとどうあがいても落ちるだけじゃ。さっさのことはさっぱりといたせ。間もなく丹羽長秀が死ぬ。すると北国一帯全部又座のものとなる。まあ又座があんまりでっかい大名になるのは困るが、あの男は人徳があるでの。さっさ家が潰れることを喜ぶべきではないのか。天正12年12月、家康の次男おぎいはいよいよ秀吉のもとへ送られることになった。おぎい、そなた兄信康亡き後、本来徳川の世継ぎとなるべき男じゃ。わしはそなたを話しとうはない。じゃが筑前殿のたっての所望じゃ。今これを断れば徳川ひいては天下に禍根を残すことになる。許せ。そなた大阪へ行けばもう筑前殿のお子じゃ。たとえわしと筑前殿がことを構えようとも、そなたわしを父と思うな。わしもそなたをことは思わぬ。殿、それだけの覚悟がのうては筑前に思うままにされるだけじゃ。たとえ義を差し出そうとも、わしはそうはさせ。いらざる気遣いをすればかえって後ろ指さされることになろうぞ。よいか。そなた今あるがまま正々堂々と振る舞うて、筑前殿とお方様にわし同様高揚を尽くせよ。よいか。そなた今よりして後帰るべき家なき者と思え。よう来たよう来たよう来た。おっ、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 殿下、こちらは。いいんじゃいいんじゃ。あるじ家康はこたびの馬場。先生、この秀吉すべてすっかり水に流したわ。昔からな、恨みは残さん将軍なんじゃ。アホなんじゃ。カズマサよ。お。これがこの俺のお袋様じゃ。お。もっと近くへ来い。もっと近くじゃ。来い来い。たわけ。橋場筑前の神秀吉は野豪の果ての子ではのうて、れっきとした織田家の武士の子じゃ。お母様冗談だわ冗談だわ冗談じゃよ
カズマさん、この秀吉よほどのことでなければ頭に血は上らんが、ヤブミだけはどうしても我慢ができぬ。この俺のおふくろ様を愚弄いたすにも程がある。秀吉よ、ええんだって。母ちゃんが百姓女でガサツなのは。三成。は。三成。は。谷氏を喰らい、野の草を喰らい、野因に紛れ次々と男と情を通じたなどと。私も石川殿、お許しくださりませ。ようも母上のことを足ざまに申し、許せませぬぞ。まことに申し訳ござらん。黙れ。この秀吉、我慢いたすつもりであったが、どうにも我慢できぬ。この一件にて遺恨は残さぬゆえ、しばらくの間辛抱いたせ。立ってんだな。三成。三成。カズ。すまん勝間さん、この通り、この畜生全て水に流した。ご無礼の端、この通りお許しくださり。お袋様はこの俺の宝物じゃでの。ごもっともにござりまする。まことにごもっともにござりまする。すまん、カズマさん。すまん。どんな竹屋を拾い使っても、きれいにならない母を持った秀吉が不憫でなりませんでした。ごめんね、堪にしてちょうでや。
直ちに秀吉の使者が浜松城に送られた。殿、これはやはり殿を大阪城へ呼び出し挨拶さそうした心でございましょうな。それゆえわしが行かねば秀吉は養子と言い換えても人質を拒んだと同じ不面目になって行こうな。されば数正、秀吉が腹を押し合えれ耳打ちされましてござりまする。おう、やはり申したか。よし聞こう。万一家中の反対強行なるときは殿にはご病気になっていただきたい。何？病気も病気、大病にござりまする。それゆえ治ったらば改めて参るという体にして養子の行列は軽々しくならぬようにいたしてほしいと。けえ小細工。作座。何じゃと。秀吉もそれだけ追い詰められておるということじゃ。天下のため、太平のため、ここは養子の件受け入れずばなるまい。殿。あ、頭は下げんぞ。他にもわしは大病じゃ。それゆえ大阪へは行けぬぞ数正。はい。おぎまる様のお供、数正がつかまつりまする。これでいよいよ作座と数正は家康のためを図って明確に敵味方の役割を担っていかなければならなくなった。共に父祖の代よりの家臣である。汚名にまみれていくであろう数正の忠義を切り捨てねばならぬことは家康にとって坂道の途中で迫られた辛い決断であった。半年にわたる小牧長久手の合戦は天正12年11月勝敗を決することなく終結した。